続きまして、フィットネスビキニ表彰式です。選手入場です。27名のエントリーから絞られました12名の選手が登場しております。選手は前に出ましょう。ポーズはありませんので一度ポーズを担当していただきます。フロントサウスポーズです。エントリーナンバー11番坂本梓選手、11位エントリーナンバー27番戸川真理選手、第10位エントリーナンバー6番内藤香織選手、第9位エントリーナンバー21番岩井智子選手、第8位エントリーナンバー3番高橋ひろこ選手、第7位エントリーナンバー20番加藤真理恵選手、はい、選手は簡単を定めて中央にお願いいたします。第1回フィットネスビキニベスト6が出揃いました。それでは第6位です。エントリーナンバー25番栗原ジャスティン選手、第5位エントリーナンバー9番石井文子選手、第4位です。エントリーナンバー17番藤田千佳子選手、それでは第3位です。エントリーナンバー10番川端珠美選手、さあどちらの第1回フィットネスビキニ優勝になるでしょうか。エントリーナンバー10番鈴木雅夫選手、久々に優勝のエントリーナンバー23番永瀬陽子選手に決定いたしました。表彰式を行います。プレゼンターは東京ボディビルフィットネス連盟目当豊理事をお願いいたします。表彰状、優勝永瀬陽子のカードの、同じく優勝永瀬陽子のカードだ。おめでとうございます。目当たり以上ありがとうございました。2位の鈴木選手、3位の川端選手にも賞状トロフィーが、賞状メダルが贈られております。そして株式会社健康体力研究所様、株式会社スインクフィットネス GGP 様、株式会社ファインロボ様、株式会社 H プラス B ライフサイエンスより副賞が贈られております。それでは記念撮影に参ります。成宗選手は中央寄りに、すいません、人数が多いので、はい、集まっていただけると嬉しいです。
はい、お得意なポーズお願いいたします。はい、ポーズです。第1回東京フィットネスビキニ優勝はエントリーナンバー23番永瀬陽子選手に決定いたしました。大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。選手退場となります。続きまして。